はい、こんにちは。今日もね、音楽のお話をいたしましょう。今日はね、黒沢楽器、池袋店の、サイメルコ先生のボイストレーニングを受けてまいりました。まずね、発声、基本的な発声、あ、え、い、お、う、と、あ、あ、あですね。これの練習をまずきちんとしましょうということで、練習を受けました。あ、え、い、お、うですね。これが僕の場合は、every とか、you are とか、you are、you are、you are っていうことが多くて、きちっとスイッチが切り替わっていないと。要するに英語と日本語が混じってしまっているんですね。で、沢井先生が大爆笑されたのが、ちょっと竹下さん聞いてくださいって言われた時に、単純に僕がリスンって言ったんです。だからすごく笑われまして、なんでそこでリスンなんですかって言うから、いや、リスンだし、歯医者さんでね、ちょっと竹下さんおとなしくしてくださいって言われても、黙らない時はクワイエットって言われるんですよ。その方がそうすると黙るんですね、僕が。なんで、クワイエットでも黙れでも静かにでも、どっちでもいいんです。言葉の響きは同じなんで、ダールって言う、ダールダールって言うだけなんで、それが言葉になっていないと。沢井真理子先生、すごいですね。単純な音で表現しすぎていて、もっと、要するに滑舌をよくね、あ、え、い、お、う、たけしたあつし、これをねきちっと日本語として発音するようにしないと、いつまでたってもまず日本で受け入れられることがないと。そんなに世界ばっかり見てても、まずは日本、まずはご近所、自分の名前をね、たけしたあつしと言えるようにならないとまずダメなわけですよ。そこをきちっとご指導を受けました。ありがとうございます。沢井真理子先生、今日初めて聞いたんですが、元アイドルのお仕事もされていたそうで、確かにね、お美しい方でいらっしゃいますし、さまざまなね、お仕事を経験されているわけで、私も徐々にね、そういったお仕事もさせていただくようなお話をいただき、誠にありがとうございます。今後もね、このチャンネルでは楽しく、そしてちょっとだけためになるかな、はい、そんなコンテンツをね配信してまいりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。竹下敦でした。 See you next time です。これがダメなんでしょうね。またお会いしましょう。それでは See you next time。 あれ？それではまたお会いしましょう。